株式会社松尾は北海道滝川市に本社を置く食肉加工業者。北海道を代表する食文化、ジンギス館の中でも同社が製造する松尾ジンギス館は北海道民に広く認知されている。北海道内外にレストラン、土産販売施設を複数有している。また滝川市の本店には松尾美術館が併設されていた。テレビラジオの CM が 北海道内の複数曲から継続的に放映されている。これまでに、木田太郎や小林野生が、同社の CM ソングを手掛けてきた。特に木田太郎の作曲した CM ソング、松尾神ンギンの歌は、1983年まで、スリーグレーセスが歌唱したものを放映していたが、2016年の CM で、札幌大大学の女性合唱団は声会の歌唱となった。 特に、ラジオ CM は、北海道放送で5秒という短い CM を放送している。新店舗がオープンする場合などは、告知文を含めた10秒 CM も登場するが、その期間でも5秒 CM 単独での放送が別になされる。FM ラジオ向けに制作された CM も放送されており、現在ファーストデート、ファインドロマンスアットジンパというキャッチコピーが使われている。 これは、ジンパという単語が使われる数少ない例であり、英語が、ジンギスカン商品の CM のキャッチコピーとして、使用される数少ない例である。テレビ CM においては、過去には、元プロ野球選手の宮本和ちが、イメージキャラクターを務めたり、テレビ朝日系で放送されていた、ワイドショー番組、モーニングショーの、人気コーナー、宮を進むのは、日本の社長に、 当時の社長が出演したことから宮尾進むをイメージキャラクターにしたこともある。過去には札幌テレビ放送のドサンコアイドや北海道放送のカーナビラジオ午後一番なども提供番組としていたが現在テレビラジオ CM ともスポットで放送している。ありがとうございます。